説明しよう。オールは青森リンゴを食べると豊富な栄養が体に行き渡り、青森リンゴで綺麗に変身。続くリゴウーマンこと王林です。よろしくお願いします。王林っていう名前でやってきてるもんで、王林は黄緑色のリンゴなんですよ。だからあんま赤色に染まることってなかったので、赤いリンゴの戦隊ものになれてすごい嬉しいです。なんかご覧の通り通気性が悪いその衣装なんですよ。なんか レンジャーとかって大体こうだと思うんですけど、でも撮影したのが夏真っ只中だったので、走るシーンとかほとんどお外でやるシーンが多かったので、もう汗だくで見えないところにいっぱい冷たいなんかシートとか貼ってもらいながら頑張りました。青森リンゴクイズ、試されるわけですか私。そうなんですよ、ちょっと試してみようかなということで、だからね、もう王林のことは詳しいと思ってます。ということで自信たっぷりです。では回答を見せてください。お願いします。じゃん、一番の香りがとてもいい。ほうほう、やっぱり王林というのは香りがいいものなんですか。もう香りが一番特徴的で、もうその台所とかに王林1個置いとくだけで本当にリンゴの香りでいっぱいになる。でみんなが想像してるリンゴの香りよりもちょっと独特なリンゴの香りがするので、おしゃれなリンゴの香りに私は感じるので、王林の香りがすごい大好きですね。正解はこちら。お見事、一番の香りがとっても良いということで、王林さんさすがですね。ありがとうございます。勝ってしまうということで、今回は特別に皮は剥いてご用意させていただいております。そうですね、はい、召し上がっていただいて。うん、いい音してますね、シャクシャク、うん、誰か助けてくださいみんなスタッフが目を伏せるという、みんな目合わせてくれない。え、おーりおー、え、これ千と千尋の神隠しバージョンではないですか。そうそう、どういうバージョンですか。その、この中にお父さんお母さん見つけなさいだけいないパターンっていうあのパターンではないですかね。あるかもしれないですよ。あ、一番開けてみてください。失礼します。せーの、あ、ツガルだ。え、オリン、オリンないじゃんオリンないじゃんそうなんです、意地悪だったんです。いや、そうだと思いました。だって混乱したもん私、時だったのか、この子。そうなんですよ、これが時でこれがツガルね。いや、でもオーリンさん、こう召し上がってる時におっしゃってること本当に的を得ていて、もうドキドキしました。でもないっておっしゃってましたけど、うん、そんな意地悪な人はいないっていうのが意地悪だったんですよ。いや、あまりの人も信用できないですね怖い怖い。で今年はちょっと水害とかがあったんですけど、まあ、本当にその水害を受けてる農家さんは多くいるんですけど、リンゴ自体は本当にすごく美味しくて、大きくてちゃんと甘くて美味しく育ったリンゴが今年もたくさんあるので、それをみんなに食べてもらって、農家さんが一生懸命1年以上の思いを込めて作ったリンゴを食べてもらって、健康に綺麗になってもらえたら嬉しいです。ぜひ青森リンゴをよろしくお願いします。ありがとうございました。本日のゲスト王林さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。